皆さんこんにちは。こんにちは。ゲームマーケットがお送りするゴージャス動画 MC のよきゅんです。よきゅーん。そしてアシスタントのクラゲだよ。ポケラポさんのね、はい、タトゥーを頭にしましたんでね。掘っちゃったっけ。掘っちゃいました。さすが、もうやる気満々クラゲ。私も負けないようにしなきゃ。そしてね、まあ前回も言ったんですけれども、私クラゲね、今こちら東京ゲームショー2014の会場からお送りしてるんですけれども、はい、クラゲが丸見えなんですよ、うん、本体がね。そう、本体が丸見えで、結構なおっさんやないかいと。バレちゃった。結構なおっさんやなと。あちゃー、やっちゃったよこれ。まあでも番組ディレクターですから、うん、うん、いいね。もうよけとも仕事が長いんだよ私。そう、私実はね、クラゲの中の人とはもう何年ですかね。もうね、腐れ縁だよ。 5年、6年ぐらいですか、うん、もう、はい、いろんな苦虫を噛んできたよお互い。ね、いろんな番組も一緒にやってきましたね。もう芸能界の苦虫を噛んできたよな。噛んできた噛んできた、うん、そしてありついたのがこのゴージャス動画。ゴージャス動画一番楽しい。正直ありがとう。ありがとう、クラゲ誘ってくれて。とんでもない。さあということで、はい、前回に引き続き、はい、クロスサマナーをやるよ。イエーイ。いやね、よきゅのね、はい、ガチオタっぷりがちょっと半端ないんだよね。いやいやいや、まだまだいますよ。私なんてもう皆さんの足元にも及ばないですよ。あなた以上のガチオタがまだいるんですか。いっぱいいますよ。こんないいタイトルにね、ガチオタがいっぱいついてないはずない。まあということでね、今回も妄想トークを繰り広げてください。はい、いやだから妄想じゃなくて現実ですってば。妄想でしょ。いや現実です。わかりました。はい、では召喚。召喚する。昨日はね、3体同じ、ね、うん、キャラが来て限界突破的なところ行きましたが、でもかぶってもいいんでしょ別に。要求、あ、そうだよ、なんか限界突破するから。そう、1回目で私が引きたかった、うん、はい、ジャーマが、あれこっちにいないっけ。ジャーマが引けたんだよな。そう、ジャーマが引けたのを私あの日に欲しい欲しいって思ってたら来てね、うん、すごく嬉しかった、うん、はい。マイクが割れたもん、音量が。あ、そうだ、ガチガチ売れ喜びでね、イエーイみたいな。そうで、ゲームショーの会場にあんたの規制がすごい響いたって言われて。そう、次ね、そうだな、欲しいとしたらメイフェリーゼ。かわいいな、うん、この子かわいいの。メイフェリーゼか、欲しいかな。 あとね、今回と次引くので、うん、とあと10回弾けるから、はいはい、うん、まあ、メイフェリーゼか、初回にも言いましたけども、このね、ちょっと気だるい感じのお兄キャラ、これたまんないんだ。これたまらない。こういう人とね、お付き合いしたい。絶対嫌だろうな。でも私、ね、世話焼きだからな。こういう人とよく恋愛したら多分うまくいかない気する。なんかパチンコ代くれよって言われて。あ、それダメダメ、ギャンブルはダメ。お家で気だるくいてほしい。で、一緒にゲームしたい。気だるいんでいいんだ。え、でね、多分ね、T シャツと、うん、あれが合いそう、なんていうの、ユニクロで売ってるようなジャージみたいな感じの、うん、部屋着、部屋着、部屋着で、ね、うん、部屋にいてほしい。さっさと引けよ。いや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 、さっさとガチャ引けよ。ほら、ちょっとでもほら、お付き合いする。あ、ダメだダメだ、ごめん、私王子がいたんだった、うん、だから、はい、ちょっとお兄は実の兄になるってことで。わかった。じゃあ、本日1回目の召喚いきたいと思います。レア召喚、カモン。そろそろ星5が欲しいですね。欲しいね。星5出たっけ、ま、で出たかな。さあ、ここから、ここからくるくる来い。あ、こなかった。あ、神父もいるいるいる。これヤンキー神父でしょ。あれ、今回は初登場かな。あれ、ちょっと待って、ま、あ、ジェイクはね、いるんですよ。これもね、ジェイクも確実にちょっとこれね、修道系ではない感じがするよね。アウトローな修道系ってことかな。そうだね。でもね、私ね、こっちの方が好きなの。どういうこと。え、なんかさ、聖職者なんだけど、
こうちょっとずれてる、ちょっとずれてるみたいな。タバコ捨てちゃダメだよね、まずね。なんか本当はダメだけど、うん、だから多分ね、信者が来てる時には、うん、信者っていうのかな、教徒さんとかが来てる時には、うん、ちゃんと捨てるのかもしれない、うん、けど実際中身こういう人私これまだ見たことない。正解は、はい、さて今日の晩酌は何にするかなとっていうこういうね、うん、あ酒飲むんだみたいな多分、うん、昼間のお仕事の最中にもこんな感じなんでしょう ね。考えてることね、アーメンとか言いながら、うん、酒のこととか考えてんだ、タバコのこととか考えてんでしょうね。なるほど。神聖王国の教会で働くアルコールとタバコが大好きな不良神父。あなんだよこれ、所属教会で不良2人いんのかよ昨日ものね、ねえ、なんだっけ、ね、うん、あの大きな十字架背負ってる、はい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 、あのシスターもサラかな、うん、サラもメガネの子ね、うん、あれもあのどっちかっていうと不良、そうだね、不良、もともと不良で、うん、誘われて、うん、教会にシスターで入って、誘われてシスターってあんただよねもっとなんか気持ち的な、うん、どこから入ってくるとこないのみたいな感じですけども、今んとこ見たまんまだね、今んとこ見たまんまですね、うん、若かりし頃は、傭兵団に所属し活躍していたが、怪我が原因で武器を扱えなくなったため、ほう、あなるほどね、傭兵を引退した、そういう背景があるんだ。引退後に交流のあった神父に進む、また進められてやっぱこういう勧誘系で入ってくるんだね、うん、勧められて、うん、年老いた神父に代わり教会の神父になった。なるほどね。きっとその年老いた神父は、うん、こんな神父になるとは思わなかったんだろう ね。自分の守ってきた教会がさ、うん、まさかタバコでタバコ吸いながら、そうそうそう、うん、アーメンって言ってるような、晩酌を考えてるような、そうね、うん、あそうだよねきっと、先頭に明け暮れていた自分が神父になることに大きな抵抗があったが、人々と交流していくうちに抵抗は薄れ、今では誇りを持っている。乱暴な言動だが、根底には思いやりが感じられ、町の皆から愛されている。いやなんか愛されキャラなんじゃないの。いいよ、近くのお兄さんみたいな存在で、愛すべき隣人、うん、いいじゃないですか。まあ、まずまず正解じゃない、うん、1問目だからきっとね、あの、うん、サラとも気が合うと思うの、うん、まあ、元ヤン同士、うん、元ヤン同士では、2人目召喚したいと思います、はい、レア召喚カモン、来るかな、来るかな、あ、普通だ、あ、これ可愛い子、え、あ、かわいい、なんだなんだなんだ、ニューユニット透明の魔導士バイカル、ほう、まあこの、じゃあイラストからいきましょうか、はいはい、あ、ストーリーも入った、これがいいね、いいね、いいなんかシステムだね、そう、一人一人の、うん、まあ設定を読んだだけでも分かる通りいろんな背景があるんですけども、うん、一人一人その背景のある、クエストもあるんですよ、うん、なのでそれね、これがいいシステムだわ、あマイルの森で発生した、 OK、 あとでいく、はい、うん、かわいい、だいたい14歳ぐらいですかね、これ内股だね、かわいいですね、このなんかおどおどしてて、うん、多分師匠はいるんだろうけど、師匠いるんだ、いそうじゃない、だって一人じゃ絶対魔導士なんかできなそうだもん、うん、そうだね、まあ、多分この杖から持って攻撃タイプじゃなくて魔法タイプでしょ、ちょっとさっき今見てなかったけど、でどう読み取る、他師匠はな、女の人がいいな師匠女なんだこれ、いや女がいいな希望的には、なんで、え、なんかさビシバシ鍛えてくれるようなうん、ジャーマンみたいな人がいい、あーちょっともっとちゃんとやれみたいな、あでもな、それで結局ジャーマン男と一緒にいる、ジャーマンね、生き遅れの人だから、うん、男の子下にいるんだけど結局これは恋愛対象じゃないからなんかこうなんともなくて、うん、なんか荷物持ちとかしてそう、うん、でもさ本気出したらすげえ強えとかね、あーそうだね、多分、うん、姫たる力はすごいんだよでもまだ開花されてなくて、開花されてない、多分ねこれはね限界突破とかしていくと、うん、あれじゃないの、ランク上がるともっとさ凛々しくなってたりとかさ、この先まだ1章ではこれなんだけど、うん、2章3章どんどん進んでいくと、うん、もっとなんかこう高校デビューみたいな、うん、やりきった男の顔をしてくんじゃないわかりました、そういうところもね育っていくのを見ていくのが、うん、それをめでるのが楽しみですよね、うん、オタクとしては、じゃあ正解を、正解ね、ごめんね、はい、これアンオフィシャルだから今の
なるほどね。あ、風属性でね。はい、武器タイプ 2A スレープニール所属。ずっとここにいたんだけどな。お、影が薄いんだってかわいそうかわいそう。やけやけ、うん、また音声割れて割れたね、うん、あまりにもかわいそうすぎて、うん、いつも影が薄く存在を忘れられがちだが、実力のある魔導士の一人で、閉じこもって 魔術の研究をする毎日を送っていたが、そんな自分を変えたくて傭兵ギルドに登録した魔導士。なるほど。周囲の仲間にでさえ、あれいつからいたのと言われてしまうほど印象が薄く、ついた二つ名は透明の魔導士。あ、だから透明の魔導士。やばー、なんかあれじゃん、黒子的なねえ、ステルス的な感じでしょ。お前いたのかと。やば、もうある意味いいじゃん、だってさ、うん、それ敵にたげられなくて済むじゃん。確かに、うん、かでもこれシステム的にはたげられるんだろうな。あ、そして、由来はともかくとして、二つ名がつくほど実力がある魔導士です。性格は控えめでネガティブ。いいね、いつもおどおどしている。誰にも話してはいないが、夢は世界一有名な魔導士になること。いいじゃないですか。私基本ショタ全然好きじゃないんですけど、この子はいい。あなたはショタは？あ、ショタだ、タイプじゃないんですよ私同年か上がいいんですよ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、でも、うん、まだこうね、うん、こう自分も年齢を重ねていくごとに、うん、下をめでるという気持ちがちょっと分かってきた、うん、なるほど。ヤキュー、うん、進めるヤキュー、はい、あの収録時間なくなるわ。あ、本当、うん、じゃあちょっと進めましょう。はいはい、3人目。そうだね、これ3人まだ2人。嘘、今2人終わったから3問目じゃない。もう3人目引いたと思ってた。じゃあ3人目引きたいと思います。はい、でも星読んでてもコストが足りなくて入れないけど。今来たよ。あ、まだだ、はい、あまた来たこれもうなんか初日からよく。レスター、レスター見るね。レスターめっちゃ来る。多分ね、私のこと超好きなんだと思う。レスター、追いかけてんだね。え、でも絶対パーティーに入れない。余計、はい、俺と結婚してくれよって言いそうだよ、ね。ごめん無理。レスターが。ごめん、私王子いるから。明日、今リーチだよ。リーチ。4日間ゲームショー、4日間黒様さんやるから。ビンゴビンゴ。ね、リーチ。それだな、限界突破4、はい、マックスに行きますよ、はい、そしたら。まあね。次回来るのかどうか分かりませんが、うん、はい、はい、では4体目。4体目か、5体目の気分だよ、うん、やっぱり。じゃあ、はい、レア召喚召喚する。妄想クイズ4問目。クイズ女の子か、女の子がいいな。あーあ、あ、また来た。これ今パーティーに入れてる子、こちらも前回、はい、クイラ、かわいいよね。そう、かわいいの、うん、おどおどしながら打ってるスタイル、限界突破いきたいと思います。はい、じゃじゃん、召喚する。最後の問題、レスター来い。レスター来い、来い。あれは来ない。あれ、うん、新しい、あ、いるな、いるな、これヨハン、ヨハン、いる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 。でも初めてだね。初めてだね。さあ、じゃあ立ち絵から見ましょう、うん、私まだパーティーには入れたことないんですけども、これ顔的にはね、かなり主人公系、主役系のところ貼れる顔で作られてると思うので、まあ、みんなそうなんですけどね、うん、みんな綺麗なんだけど、うん、そう、かなり主人公タイプな感じが私的にはね、なんか金髪の人って目立つし、うん、っていう理由なんだけど。そうだねまあ銃を構えてるからガンナーだろうね。ガンナーだね。そうですね。まあイケメンでガンナーで、この首にフリフね、うん、ファサーって巻いてるところが、うん、もうイケメン臭漂ってるんですけど、これコスプレイヤーとしては作りやすいよね。作りやすいっちゃ安いけど、多分このね、腰のベルトとか作るのちょっと大変かも。色もしましまだし。あ、そう、うん、ここ大変。ここ大変だね。 あとはまあ比較的作りやすそうですね。そんな布の量も多くなくて良さそうだしその腕ね、空いてるし。 あ、カラコンですかこれ。目はカラコンですね。で、一応金髪にするの金髪はウィッグで対応しましょう。耳はどうするの。耳は開けなくても、なんていうんですか、そういうやつがあるの。うん、ある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 。
大丈夫です、ね、うん、ありがとうコスプレ講座はい、そうですね、これどういう人だろう、でもなんか一匹狼みたいな感じもするんだよな、どこに所属してんのかな、まあモテるべ、まあモテるのは確実でしょう、うん、どうだろうな、どっかに所属してるんだったらできればなんていうかさ、うん、傭兵団っていうよりも、うん、もうちょっと荒くれ者な方がいいな、ワイルドな方がいい、あそう、うん、なんか山賊みたいな感じのどうだろうね、山賊って感じどうかな、あじゃあ山賊じゃないんだけど、うん、山賊みたいな、アウトローな感じのユニットがいい、一匹狼的な、うん、あじゃあ正解見てみますか、どうだろうな、なんかな、どっかでも騎士団とこなのかな、さあ正解は、正解は無所属、来たこれ一匹狼だ、やっぱり当たってるじゃん、だろ、じゃあセリフを、はい、他人が決めた善悪は関係ない、だけど自分が決めたルールは絶対ん絶対損守だ損守合ってる、損守かな、損守ですな、遵守、遵守、まあまあすいませんね、教えてね、またコメントで、うん、うん、自分の決めたルールは絶対遵守だ、うん、どういう意味、他人の決めたルールには従わないけど、まあ、俺がルールだみたいな感じ、そういうことだねやっぱ一匹狼タイプだと思ったんだよね、そう群れる感じじゃないの、けどきっとそのうち無所属なんだけど今は、うん、なんか主人公とかと会って何か関わっていったらそこになんか助けで来るとか、うん、あのストーリーに、メインキャラクターっていうのかな、ストーリークエストに関係してくるキャラクターではないのかもしれないからあれだけど、うん、まあなんかね、いろいろ星が増えていくごとに何かがあると面白いです ね、 ね、うん、さあ余球、はい、あの妄想クイズコーナーもまた時間いっぱい君使っちゃったから、え嘘だ、ただちょっとや見たいな、ちょっと見たい、うん、何を、100コンボ、あ100コンボ、うん、150じゃなくて今日100でいい、ラスト最終日150コンボ見たいかな、じゃあ100コンボ目指していきますか今日、うん、じゃあ今日は、はい、曜日クエストに挑戦したいと思います。わかりました。もうね、もう夜やってたんだけど。はい、ドワーフの金庫、はい、ゴールドをいっぱい入手できる。レベル上げるときにもゴールド必要なので。あ、そうかそうか。で、私、うん、敵レベル35の方がいい、ね、60はいけないよね。35で。35で。はい。じゃあパーティー編成こちらで。はい。目指せ100コンボ、100コンボ、100コンボ行かなかったら、うん、カメラに向かってウインク、あ無理ゲロ吐いちゃう、ゲロ吐いちゃう、今から余球が100コンボ達成しませんでしたらあのね、うちねウインクできないんですよ、カメラに向かってウインクをしていただきます、両目閉じちゃう100コンボしましたら会場の皆さん盛大な拍手をお願いいたします、クエストスタート、誰得ですよ、私が何かやっても、予期のウインクが見れるのか、それとも成功するのか不成功のやつが、さあ来た、100コンボいけるか、あ、止まった、40ぐらいですか今のところ、あのね、これ多分最後のそこに行かないとコンボは重ねない、 ボスにならないと多分無理、重ねれない、じゃあまずはボスのここまでスイス行こうと、そうですね、でエフェクトがすごいねそう、必殺ためといて、うん、ビッカビカ光ってます、よし、はい、まあ100コンボ行くだけだったら、はい、別にコンボフィニッシュじゃなくて扇フィニッシュじゃなくてもいいってことだよね、そうですな扇フィニッシュ、あ、扇フィニッシュもしなきゃいけない、あのね、扇フィニッシュ考えてると、はい、やたら扇が強すぎて全扇出し切らなかった時に100コンボいかない時があるんですよ、なるほど、80いくつで倒しちゃったよみたいな、じゃあ扇コンボで倒すのも条件、100コンボ、それ難しいよ、100コンボやりつつ扇フィニッシュ、無理でしょ、それ失敗したらウインク、調整が難しいって、待って、わかんないよ、チャレンジ、全員あれ、よし、来たか、うん、いや、まだダメだよな、奥義じゃ終わらない HP の時には、うんうん、絶対ダメだから、ここら辺が、お
いやこれいかないかな。ジャーマンのね、めっちゃ超可愛いから。うん。おお、すごい。すごい。おお。誰にも邪魔させない。70超えた。これ100はいく。おお。100はいくんだけど。奥義フィニッシュ。奥義フィニッシュはちょっと届かないかもしれないダメージが。さあ、奥義フィニッシュ。いやこれ届かないな。100は超えた。100は超えた。待って待って。奥義フィニッシュだ。待って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 。途切れないまま奥義フィニッシュだ。さあどうだ。いかなかったこれで、あ、終わりだ。あーもうちょっと。これは奥義フィニッシュができない。なってない、なってない。できなかったってことですか、うん、最後だって、違う魔法で死んだもん。ショーンバリでも150超えとる。すげえ。150超えたのは久々かも。私多分今までで最高が、これ最高どこで見れるんですっけ、自分の情報ですっけ、最大コンボ160だから、あ、ちょっと足りなかったか、かなり近いところまで。近いわな。私のできる、できうることは全てやりましたみたいな。じゃあ分かった、じゃあさ、うん、最終日は自分のこの最大レコードを超えよう、うん、よき罰ゲーム、視聴者の皆さんに向かって可愛らしいウインクお願いします。あのごめん、可愛いがそもそも無理。いきます、3、2、1。ひどいってひどいってできないんですよウインク。いやーよきどうでしたか。はい、ゲーム自体は本当に面白かったです。一番最後のがなければ一番面白かったです。ぜひ皆さんもまだねプレイしてない方は、うん、まだねサービスも開始されたばかりで、はい、全然皆さんに追いつくことができるので、うん、もう今のうちに早めにダウンロードして早くプレイを始めるべきでございます。はい、余計も毎日毎日プレイしていますということで、今回もご視聴ありがとうございました。また次回も、5回連続レアガチャ引いて、また160コンボ以上を目指して頑張っていきたいと思います、うん、ということでまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。さあ晩酌何にするかな。私飲まないのに。ゲームマーケットがお送りするゲームバラエティ動画チャンネルゴージャス動画、ぜひ皆さんチャンネル登録レボリューション。過去の動画もチェックチェック。それここ。